おはようございます。今回は僕らの身に実際に起きた話です。皆さんならどの場面でどういう判断をするのか考えながら見てもらえると面白いと思います。では行ってみましょう。金丸保守株式会社。この話の登場人物はしごきパテ太郎、私です。りょうつパテ吉、私の弟で一緒に補修屋をやっています。おばあちゃん、僕の88歳のおばあちゃんです。職人 A、 僕と仲のいい補修屋さんです。 X はいろいろな仕事だと思ってください。 B 社、ある会社の仕事です。2021年12月上旬、おばあちゃんが倒れたとの連絡がありました。僕はかなりおばあちゃん子ですごい心配になって、どっか一日空けて弟と二人で行こうと思いました。その時のスケジュールがこんな感じ。僕は兵庫県に住んでいて、おばあちゃんは香川県なので、どうしても一日空けなければなりませんでした。それを17日に決めて仕事を避けて入れてました。12月2週目の前半に職人 A が仕事の量が増えてしまったので手伝ってほしいとの依頼がありました。16日と18日に入れました。18日の X と職人 A の仕事はメンテナンスで時間もずらせません。16日の17時半頃、やっと決まってた仕事をすべて終えて家に帰る途中でした。トゥルットゥルッと電話が鳴って、携帯を見てみると B 社。なんか嫌な予感するなぁと思って出たら、18日の B 社の仕事を18日までにしなければならないという内容でした。うわ、もうこんなん17無理やから今日行くしかないやん。ということで今日16日の晩行ってきました。17日の早朝、パテ吉と香川県に向けて出発しました。香川県へは明石海峡を通って、淡路島を抜けて鳴門大橋を渡って香川県に入る入り方と、岡山まで行って瀬戸大橋を渡って香川県に入る入り方があります。パテ吉が運転で瀬戸大橋経由で行くというので、ちょっとなんだかなと思ったんですが、そっちで行ったことがなかったので、逆にそれを楽しみに何も言わず納得しました。瀬戸大橋の間の島にパーキングエリアがあるみたいで、パテ吉がそこへ連れて行ってくれました。吉間パーキングエリアです。少し風は強かったですが気持ちいい場所でした。17日の9時20分です。ここから1時間ほどでおばあちゃん家に着いて、無事おばあちゃんも元気で、みんなでランチにうどん本陣山田屋さぬき本店に行ってきました。ここのうどん麺がシコシコしてうまいんですよ。それで帰ってきて、おばあちゃん家でゆっくりして晩ご飯に手巻きを作ってくれました。次の日も仕事なんで家に9時ぐらいには帰りたいなと話していました。17時20分帰り出しました。車のナビを設定すると、なぜか広島経由で帰るようなナビになってました。パテ吉にこのことを聞くと、いつもこっち方面来たら変なナビしよんねんと言うていました。結局鳴門大橋を渡って淡路島を通って明石海峡大橋で帰ることにしました。悲劇の風はこの時すでに鼻をかすめていた。高速をプーンと飛ばしてる最中、通行止めという電光掲示板が見えたので、 Google マップでナビを出してみると、横風が原因で鳴門大橋、明石海峡大橋が通行止めになっていました。南海フェリーで和歌山まで出て、そこから高速で帰れと。なむちゃくちゃな。パテ吉にそれを相談したら、前もこういうことがあってちょっと待ったらすぐ解除されたとのことでした。なので鳴門大橋の手前のパーキングエリアの鳴門西で少し時間を潰すことにしました。18時半鳴門西パーキングエリア到着。そこから待機です。1時間、1時間半、全く解除される様子はありません。調べてみたら通行止めマーク増えとるやないかい。しびれを切らして南海フェリーの徳島港乗り場に電話して、最終便の状況を聞くと、もうすでにキャンセル待ちが出ていました。もう監禁状態です。瀬戸大橋経由があるやんと思いますけど、それもこんな感じ。俺たちのレインボーブリッジは封鎖されてしまいました。このままだと明日の仕事に絶対行けない。いつ解除されるかもわからない。調べてみると夜中1時に出る船がありました。この船は4時間なので5時15分に神戸着予定です。電話してみると町もいないようなので予約なしでも乗れそうでした。場所は香川県の高松の港です。いつ解除されるかもわからないので
これにかけるしかないと思い、また1時間ちょっとかけて高松へ戻りました。10時の時点で横風の通行止めを調べてみると全く変わりません。この時すでにもうヘロヘロです。フェリーが18日の1時発なのでチケットを買って待機です。考える時間があるとどうしても変なことを考えてしまって、船もなんか信用できへんなってなって、職人 A にもしかしたら行かれへんっていう電話をかけようと思いました。やっぱりなかなか出えへんな。ガチャ。もしもし。夜遅くにごめんな。カクカクしかじかで明日の仕事行けるか分かれへんね。フェリーも信用でけへんしな。ええよええよそんな。しょうがないやん。俺も明日金沢の仕事で今向かってんねんけど、雪がやばすぎて初めてチェーンつけたわ。だから心細かって。マジで？それめちゃめちゃやばいな。ガッチャンガッチャン言うて走って、スピードどれぐらい出るん？50キロで走ってる。残り何キロあるん？200キロぐらいある。4時間かかるやん。せやねんマジで。とりあえずお互い安全運転でガチャ。18日の0時です。もうジャンボフェリーに乗れるんで安心ですが、通行止めを確認してみると何も変わっていませんでした。暇なんでまた確認してみると、なんと瀬戸大橋経由が解除されていました。まあでももう4時間のフェリー乗って、その4時間の間寝れるんで、もうフェリーで行こうとなりました。船もポー言い出していよいよ乗れるなーと思って待ってたんですが、待てど暮らせど乗れません。暇やからまた見てみたら、なんと鳴門大橋、明石海峡大橋経由も解除されていました。なかなか待っても乗れないのでイライラして店員さんに聞いてみました。船は今到着したばかりで1時間ばかり遅れていると、なおかつ潮が引いていくので船はさらに遅れるだろうということでした。さっき言うてたポーは行くぞーのポーじゃなくて来たぞーの崩壊。あかん、もうこれ絶対フェリー乗ったら間に合わへん。チケットを返金してもらって、鳴門大橋、明石海峡大橋経由で帰ることにしました。解除されたとはいえ横風がものすごく強くて、あんまりスピード出せませんでした。橋の上は特にです。17日の21時頃家に到着予定が18日の4時半です。マジでやってられない、やってられない、てられなですよ。僕とパテ吉はお互いの家に帰り、速攻寝て仕事にも間に合いました。18日のお昼に仕事が終わり、職人 A に電話してみました。ルルルルルガチャ。もしもし。もしもし、仕事終わったよ。ありがとう。そっちどうなん？今日帰れそうなん？あっかんわ、雪やばいわ。今日無理なんちゃうかな。明日娘の誕生日やのに。それはもう絶対帰らなあかんやつやん。マジ天候クソやな。とりあえず安全運転でなんとか帰ってきて。わかった、ほな。ガチャ。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。